リュウネツゲーム TV のお時間です。 MC の沼尻です。池野戦士大将です。はい、今回はオンライン版 IT 祭りフォートナイト沖縄学生ナンバーワン決定戦準決勝を見ていきます。まずはハロハロピアザーズボブ選手、精一杯が埋まります。そして万次郎選手、絶対勝つぞ。はい、気合十分です。そして対するはルーランカチーム海選手、はい、楽しみつつ頑張りたいと思います。そして与儀選手です。できるだけ食らいつけるように頑張ります。今回、2チームとも4名全員コントローラーですので、アサルトライフルのエイム力に期待ですね。なるほど、はい、どんな試合なんでしょうか。それでは戦いスタートです。さあバトルが始まります。さあまずはお互いに資材を集めていきま す、ね、はい、ボブ選手はしっかり宝箱の位置を把握して、はい、うん、今テントの中にある宝箱を開けましたね、はい、でスナイパーライフルを手に取りました、ね、相方のフミ選手の方はちょっと離れてますね、うん、はい、そうですね、ここはあんまり2人一緒にっていう形じゃないですか。今どういった作戦というか役割分担ですね。さっき、うん、1人は町に残って残りの物資を回収して、はい、もう1人は、うん、このアンチまでの宝箱を漁りながら進むという感じにしてますね。なるほど。お互い近いですね、これは。そうですね、これそうですね、近いですね。私も近い、はい。ボブ選手がスナイパーで狙ってますね。そうですね、狙ってますね。ここ。ごめん。お、スナイパー当てましたね。当たってますね、そうですね。与儀選手が削られました。そうですね、シールドがなくなってます。はい、ボブ選手のスナイパー力がすごいですね。そうですから。ここ。マジでいってるそれ。また当てましたかこれスナイパー。すごい集中力ですね。これも当てていく。今逃げているな。そうですね。ルーランカの体力が残り2人とも少し厳しくなってきたか。シールドはない状態。いいポーションは持ってますが回復が持っていない。あ、ダウンしちゃいました。そうですね。クミ選手がダウンになりましたが、ここはすぐ近くにいましたので蘇生ができそうです。ただもうすごい勢いでボブ選手が、そうですね、もう迫ってきてますね、これ一目に来ています。さあルーランカはこの猛攻をしのげるか。そうですね、はい、回復しながらの対決になりますが、リードしているのはハロハロピアザーズ2チームともに。そうですね、もうこれまたストームにも入りますね。というところで勝ち切ったのはハロハロピアザーズでした。ボブ選手のスナイパーがとにかくすごくて、ルーランカチームも結構シールドを持っていかれてましたね、うん、そうですね。ボブ選手いかがだったでしょうか。今回の試合で結構スナイパーがよく当てれたと思います。ね、はい、すごかったですよね。ということで勝ったのはハロハロピアザーズ。来週はいよいよ決勝です。スナイパーめっちゃ当たったわ、やったね。